どうすれば再生数が伸びるのだろうか？急にシビアな話題を持ち込むな。霊夢、とりあえず動画をいっぱい投稿すればいいと思うんだぞ。確かに投稿頻度を上げれば視聴していただける機会が増えるからいい案だと思うわ。でも却下よ。え？なんでだ？動画編集しているうぷ主のおっさんが過労死するからよ。めたい発言すんなって。週一投稿でギリギリとは。軟弱なうぷ主なんだぞ。というわけで、量は無理だから質で勝負するのよ。でも質のいい動画ってどうすれば作れるんだ？丁寧に編集するのはもちろんだけど、やっぱり何をテーマにするのかが大事だと思うの。というわけで、私の作戦はこちら。有名料理人の動画を参考にしてみよう作戦。それってパクリじゃねえか。誤解だ！私たちは過去の動画では楽天レシピを参考にしていたわ。この参考元をバズっている動画にするだけの話よ。間違ってないけど間違っている気がする。私のような料理下手っぴでも動画を参考に上手に作れるか検証すると思えばよいのよ。自分で言ってて悲しくないか？確かに霊夢でも作れたら視聴者の諸君も作れると思うんだぞ。概要欄に参考にした動画のリンクも貼るから、気になった方はそちらも確認してね。で、今回はどの動画を参考にするんだ？今回は KK 運鉄さんの動画、チキンスケックよ。絶妙に隠せていないな。86万回再生のすごい料理動画なんだぞ。私が美味しく再現するから楽しみにしていてね。今回のメイン食材は鶏胸肉よ。というか胸肉に調味料を揉み込んで揚げるだけだから超簡単。スティックっていうくらいだから胸肉は細長く切るのか？その通り普通の切り方ではないのが味噌よ。味噌は使わないんだぞ。言葉のチョイスがセンス抜群。いつもと違う方向で切り終わったな。この大きさで揚げていくのか？さすがに大きすぎるからここからさらに細く切るわよ。斜めに切って長めに見せるのがポイントかな。包丁の切れ味が悪いと肉がボロボロになるかもしれないから注意だぞ。よし、切り終わったわ。これで包丁の出番は終わりよ。包丁の出番が少ないのは料理苦手な人には優しいんだぞ。次は胸肉に下味をつけるわよ。まずは塩。おい霊夢、これジップロックの中でやった方がいいんじゃん。次は醤油。しれっと移すな。ジップロックに移すのが早すぎて見えなかったんだぞ。編集でカットしただけです。続いて料理酒。こういう時ってとりあえず料理酒みたいなところあるよな。せっかくだから解説してやるぜ。料理酒は臭み消しや風味付け、食材を柔らかくできる万能調味料だぜ。へぇ、知らなかったんだぞ。私が作ってる時にマウント取るのやめて。お前は料理の解説をマウントと捉えるのか？次はカレー粉よ。スパイシーになるんだぞ。辛いのが苦手な場合は少なめにね。ちなみにカレー粉も臭み消しの役割があるぜ。またマウントを取りに来たわね。ここでニンニクを投入、パンチを効かせるわ。そしてブラックペッパー。最後は隠し味の牛乳。牛乳入れるとどうなるんだ？牛乳の旨味が胸肉に移るし、柔らかくジューシーに仕上がるのよ。霊夢は物知りなんだぞ。そうでしょそうでしょ。霊夢ちゃんは料理の知識が豊富なのよ。マリサもフランももっと私を崇めたてっていらない正し書き載せなくていいのよ。情報は正しく伝えなきゃいけないんだぜ。これがニチャーガオなんだぞ。全部入れ終わったらよく揉み込んで10分ほど馴染ませるわ。ちょっと休憩なんだぜ。霊夢、あとは揚げるだけか？片栗粉まぶして揚げれば完成よ。それは楽しみなんだぞ。確かにこれは超簡単料理なんだぜ。揚げるのは安全に気をつけて失敗しないように頼む。揚げるのはマリサにお願いするわ。いや、なんでだよ。怖いからよ。正直なのはよろしい。下味がついたら最後に片栗粉を投入よ。量はどのくらいなんだ？とにかく大量よ。今回は140g くらい使ったわ。ザクザク食感を出すなら片栗粉はいっぱい使うのがおすすめだぜ。これで準備は完了よ。マリサ、あとは任せたわ。任せたんだぞ。仕方ないな。じゃあ揚げていくぜ。一度に大量に入れると油の温度が下がるから、揚げるように注意だぜ。美味しく揚がるんだぞ。ひっくり返す際は空気に触れさせつつ返すのがいいみたいよ。これくらいきつね色になったら油から取り出すぜ。ほい、一丁上がり。早く食べたいんだぞ。残りもちゃちゃっと揚げました。天下の宝刀、増した興奮。完成だぞ。さあ食べるんだぞ。見た目からもザクザク感が伝わるわね。ちょっと待て、最後の仕上げにブラックペッパーを追加で振りかけるぜ。それでは、いただきます。ザクザクして美味しいんだぞ。ニンニクや胡椒のパンチも効いているわね。カレー粉もスパイシーで美味しいんだぞ。これは子供にも大人にも受けそうだな。こんなに簡単で美味しいものが作れるなんて最高ね。これはケイン鉄さんに感謝だぞ。使
作りたくなったら参考元のケインテツさんの動画を視聴してほしいんだぜ。概要欄から飛べるようにしてるわよ。チャンネル登録高評価も頼むんだぞ。それでは次回も、ゆっくりしていってね。